最近、中共当局は頻繁に独占禁止法違反の名目で外資系企業を調査しています。これまで外資は理不尽な措置に黙って耐えていましたがこの頃集団で抵抗する兆しが見え始めました。先月の中国 EU 商工会議所に続いて米中貿易全国委員会も当局を批判しています。9月3日 中国に進出しているアメリカ企業200社以上からなる米中貿易全国委員会は報告書で中共当局は最近独占禁止法違反の名目で正当な手続きを無視し外資に圧力を与えていると指摘しました報告書によれば当局は証拠を提示せず調査の理由を説明せず企業が釈明する機会も与えずに違法行為を認めるよう強要しています報告書は 企業の話として抜き打ち調査の前企業には法律顧問に連絡する機会がないと指摘しました長期化すると見られる今後の交渉で企業の弁護士は排除される恐れがあります 这个委员会提出这些要求，从法律的角度上来说呢，当然是正当的。中国政府呢，要放垄断的话，他应该遵循正当的法律程序，应该要有必要的证据，应该要有这个相应的程序，听取解释，这是法治所要求的。これまでのところ、中国に進出している外資、少なくとも30社がいわゆる独占禁止法違反の疑いで調査対象になりました。 マイクロソフトの北京・上海などにある事務所4カ所が突然調査を受けましたその前にはクアルコムも市場の支配的な地位を乱用して違法に暴利を得ていたとして調査を受けていました8月4日ベンツの上海事務所も独占禁止法違反の調査を受けましたクライスラーやアウディはすでに独占禁止法に違反する行為が判明したそうですアウディの罰金は18億元とされ これは中国の独占禁止法違反の罰金としては最高金額です。8月20日、当局はさらに日本の自動車部品メーカー12社に対しても、12億4千万件の罰金を課すと発表しました。米中貿易全国委員会のジョン・フリスピー委員長は、中共当局は、法律の執行において正当な手続き、透明性及び罰金の最低法など改善の余地があると指摘しました。 先月、中国に進出している EU 系企業1800社からなる中国 EU 商工会議所が中共の独占禁止法違反の調査について十分な聞き取りもせず関係部門が恐喝的な手段で企業に懲罰を認めさせているがこの類の減少に十分警戒すべきだという声明を発表しました声明によれば企業は当局から調査に抵抗したり取り調べの段階で弁護士を雇ったり

ロイター通信の8月21日の報道によれば国家発展改革委員会の幹部ジョ・シンウ氏は最近の会議で GE やシーメンスなど30社に対し独占禁止行為があったことを認めるよう要求し外部の弁護士を招いて調査に抵抗しないよう警告しました会議に出席した企業に対しもし抵抗するなら罰金を2倍あるいは3倍にすると言い放ちました ニューヨーク・タイムズは、外資には通常、ライバルの中国企業が持っているような後ろ盾がないため、一旦標的になると、ただ耐えるしかないと指摘しました。 社会問題研究家の張健氏は、独占禁止法違反で調査を受けるべきなのは、中国のすべての国有企業だと述べます。また今回、調査対象になった外資は、互いに手を結び、中共の違法な措置を国際法廷に訴える可能性もあると指摘しました。新東人テレビがお伝えしました。